はい、こんにちは、ヒルトルです。いつも動画ご覧いただきありがとうございます。今回はですね、私がね、Facebook でなんかとある外人の方にすげえなんかひどいメッセージをね、いただいた、なんかクレームをね、いただいた、そのちょっと話をしたいなというふうに思います。ね、ソーシャルメディアを使ってね、その多くの人にね、自分のことを知ってもらって新しいファンを増やす上で、そこね、ちょっとクレームの対処法的なお話であったり、自分のことを、自分の会社のことをよく知らない人をね、どうやってファンにしていくのかって話をしたいと思いますので、ソーシャルメディア集客にね、興味がある方はぜひ最後までご覧いただければなというふうに思います。で、いつも告知しておりますけどね、私の最新の書籍ソーシャルメディア動画ブランディングね、以下から送料390円だけでね、手に入りますので、まだ読んだことがない方はですね、今日するようなお話もね、詳しく解説をしておりますので、ぜひね、以下からチェックしていただいて読んでいただければなというふうに思います。たくさんの人にご覧いただきありがとうございます。はい、という形でね、じゃあちょっと本題に入っていきたいんですけど、私はね、ちょっといろんなウェブ上でソーシャルメディアを使っていろんなところでね、そのコンテンツもね、こうやって普通に広告をかけないコンテンツも出していますし、広告をかけてですね、何かしらね、僕にとネット上でね、何か接触があった人に対して、Facebook とか Instagram とかそれ以外のところでもね、僕のこういった動画がね、その流れていくような広告、いわゆるリターゲティング広告とかも結構流しているわけなんですよ。で、そこでね、とあるね、外人の方からですね、そのコメントがありまして、なぜかですね、僕何か、特に Facebook が多いんですけども、なんか Facebook ってね、結構日本に住んでる外人の方も結構使われてるのかなって思うんですけれども、なぜか欧米系の外人の方ではなくて、ちょっとアジア系とか、なぜか名前は日本語だったりするんだけども、なぜか英語でコメントしてくる。ね、僕基本的に英語全く使わないし、別にネイティブでも何でもないしね、別にそんな英語得意じゃないんですけども、動画もね、文章も全部日本語で書いてるのに、なぜか英語でね、コメントしてくれる人が結構、一定数いらっしゃるので、謎なんですけれども、日本に暮らしてるけどなんか馴染めない方とかがですね、なんか僕みたいに日本語、僕日本人ですから、日本語ペラペラでね、なんか広告出したりとか目立ってると、なんか俺もこいつみたいになりたいみたいな感じで、羨ましいなと思って、それがね、ちょっとちょっかいかけようかなみたいな感じでね、うさばらしで多分コメントしてくるんですけど、僕がこの動画を撮ろうと思ったきっかけのコメントというのが、なんかその人が多分ね、Facebook だと思うんですけど、Facebook を開くたびに、なんかね、お前のね、広告が毎回流れてくるんだよと。俺が Facebook 開くたびに、お前の広告がたくさん流れすぎてると。ね、ちょっとやりすぎだと。いい加減にしろみたいな形でね、正確にはもうちょっとなんか結構ひどい言葉が書かれていたんですけれども、要はお前のコンテンツが出すぎているとっていうね、ご指摘をいただいたわけなんですよ。ね、そうですか、それすいませんって話なんですけども、これってある意味すごい喜ばしいことじゃないですか。その人がね、怒ったみたいな話は別にどうでもいいんですけども、僕はあえて意図的に、今スマホっていうのがすごくね、モバイルでネットにね、接続する見る人がすごく多いから、そのモバイルで開いて、なんかいろんなアプリを開くたびに、その自分が出てくると。ね、僕であればそのヒルトルの広告が、そのなんかスマホのアプリを開くたびにいろんなところで出てくるって、すごく理想的なお話じゃないですか。僕も広告を使わずに普通にコンテンツも出してますし、ね、一部のね、コンテンツってのは拡散させたりね、この本買ってくださいみたいなね、広告も流しているわけなんですけども、だいたい今月100万円ぐらい広告かけていてですね、それ以上のリターンがもちろん得られているので、新しいお客様を集めることができていて、売り上げも上がってるのでね、素晴らしいってお話なんですけども、僕も自分の本のソーシャルメディアブランディングでお伝えしているように、そのやっぱりね、行為ね、その何かコンテンツを提供して、こんな人がいるんだな、こんな会社があるんだな、なんかこんな商品があるんだなってね、そういった何かね、まず知ってもらって、ちょっといいな、面白そうだなって思ってもらう行為を作る。で、そこでちゃんとオファーをするわけですよね。何かこれ無料でいかがですか、これ無料でダウンロードしてくださいとかね、今期間限定で販売してるんでぜひ買ってくださいとかね、私と無料でセッションしませんかとかね、何かしらのご提案をすること、それをオファーというわけなんですけど、オンライン上でね、売り上げを上げるための方程式ってのは、まず行為を提供して、コンテンツを提供して、行為を提供して、その後にご提案をする、オファーをする。で、それをどれだけたくさんやるか、どれだけ接触回数を作るか、接触回数を増やすかっていうのがね、非常に大切な方程式になります。なので、僕なんかもね、Facebook とか Instagram のいろんなところでね、広告出してますけど、まずはコンテンツを提供して、そこでね、僕の本どうですか、これ無料どうですか、みたいなことはね、基本的に必ずオファーは入れていますし、それをたくさんね、積み重ねることによって、ちょっと買ってみようかな、みたいなね、人はいきなりね、初日からは商品買わないんだけども、やっぱどんどん接触回数がね、高まる。ネット上で何度もこの人見るなってなっていくと、やっぱそのね、距離感が縮まって、ちょっとお金払おうかなとかね、そこまでいかなくても、YouTube であればちょっとチャンネル登録してみようかな、フォローしてみようかな、みたいな話になるわけじゃないですか。ね、今回のクレームにあったように、お前のが何度も出続けるんだよ、みたいなことは、ある意味僕の戦略がうまくはまってるので、めちゃくちゃ嬉しいわけじゃないですか。ね、別に広告とかも、こいつからの広告受け取りたくないって言えばね、別に広告興味ないですっていうね、そういったことができますんで、じゃあ別に見なければいいじゃんって話なんですけども、そこをあえてなんかコメントして攻撃してくる。
るとなんか結構ひどいことを書いてくるっていうのは、まあ好きと嫌いって感情はすごくね表裏一体で近いですので、まあ好きの反対はですね嫌いじゃなくて無関心ですから、まあ、本当にね嫌いな人はこいつブロックってねすれば済むことなんだけども、あえて攻撃をしてくるってことはすごく好きなんだろうなっていうふうに思います。でちなみにその人なんか多分暇だったと思うんですけども、その後なんか僕の広告ね何十個にバーって全部悪いねみたいなねFacebook で悪いねバッドボタンを押しまくってですね、まあ、それはちょっとやりすぎかな、うざいなと思ったんで、まあさすがにブロックさせていただいたんですけど、そしたらそれで終わりじゃなくてですね、まあ複数アカウントを持ってるわけですよ Facebook。 本来は1個しかアカウント持ってちゃいけないんですけども、なんかやっぱ顔出しをしないねアカウントってのがやっぱなんか4つぐらいあったのかな。なんかいくらブロックしてもカールガールね、なんか別のなんか名前の人がねめちゃめちゃくちゃ何十個のね投稿に全部悪いねしてくれみたいなね、っていうねところがあったので、まあ暇なんだなと思って、まあ、その都度ブロックしたんですけど、まあ何回かそれをね繰り返したらもう静かになったわけなんですけど、まあやっぱねどの SNS でもやっぱ誹謗中傷とかしてくれる方はですね、まあ一人が何個のアカウントをね使い分けてたりして、まあすげえいろんな人から誹謗中傷とか来るなってね思って、もしかしたら落ち込んじゃう人とかもいらっしゃるかもしれませんけれども、まあそういう人もねただ暇なだけですので、まあむしろ人前に出て広告を出したりして新しい層にリーチをするってことはですね、まあどうしても一定数そういうことをしてくる人はあります。まあ、なのでそれは喜んだ方がいいです。やっぱその売れてる人ってのは必ずねすげえなんかバッドボタンを押されたりとか、やっぱりねいろんな変なコメントとかも書かれるわけです。まあ売れれば売れるほどそういったネガティブなコメントも一定数増えてきますので、その売れてない人、まあ全然広告も使わずに全然露出してない人っていうのはぶっちゃけそんな集客もできてないし儲かってないね、認知度が全然高まってないってことですので、まあそういった変な誹謗中傷とか悪口が来るっていうことはねむしろ喜ばしいことなんだよっていうふうにね考えるようにするといいと思います。でさっきちょっと言った接触回数って言葉なんですけど、本当にすごく大切です。まあそれこそ今までのね時代であれば、例えば大企業さんであれば、まあいろんなところに広告、なんか新しい商品が出る、新しいキャンペーンやるっていうと、まあすごくいろんなところに広告を出すと思うんですよね。テレビ CM を出すとかね、なんか街頭広告、なんかどっかのデパートの壁とかにでっかいね広告をかけるとかね、キャンペーンガールのお姉さんがチラシ配るとかね、そのね今だったらネット上でねいろんなところに広告を出すとか、すごくねまあお金を使って、まあいろんなねマルチチャンネル戦略とか言いますけれども、まあいろんなところで接触回数を増やしていくっていうと、なんか一箇所の媒体だけじゃなくて、いろんなところで、あこの会社のねこの商品このキャンペーンの広告見るなっていう風になると、あすごくなんか今盛り上がってるなみたいな形で、まあその自分のね頭の中でその商品に関するねやっぱその認知度が高まってくるわけですよ。マインドシェアを高めるとかよく言うわけなんですけども、で別に今の時代であれば全然僕はね普通に個人でやってる中小企業ですけれども、で別にそんなねテレビ CM とかそんな高いお金ね何千万とか何億とか使わなくても、本当にね毎月数万円とか数十万円ぐらいのレベルですごくたくさんのところに広告を出せるし、まあ、別に広告を使わなくてもそれこそ YouTube とかであれば、まあそれこそ僕の動画がねなんか関連動画とかおすすめでね出てきて、まあ、それで僕の動画を見るじゃないですかね。そうやって見ていただいてる方もいらっしゃると思うんですけど、そうやって一回動画を見るとね別にチャンネル登録しなくても、でまたねその僕の動画が出てくる、まあ、さっき一回動画を見た人の動画がまた流れてくるみたいなところあるわけじゃないですか。まあ広告をかけなくてもそういった YouTube とかのアルゴリズムが素晴らしいので、あこのユーザーさんはこのねチャンネルの動画をちょっと一回見たので、まあ YouTube 勝手にねこっちがお金をかけなくても勝手にフォローアップしてくれるような仕組みになってるわけなんですよ。まあ、僕もね日本でも海外でもいろんな YouTuber の方ねチャンネル登録していますけど、そのやっぱ一回見て、あなんかこんなやつが出ているんだなみたいなね、頑張ってるなみたいなね形で一回動画見ただけだとやっぱチャンネル登録しないと思うんですよ。まあ、それが何度も何度もニュースフィードに出てきて、ね接触回数が高まって何度も動画見ると、あちょっと面白いかなとね、あこいつの動画もっと見たいなみたいな気持ちになるわけですよ。そうするとやっぱチャンネル登録をまあする可能性がやっぱ非常に高くなるわけですよ。なのでこれ見てるあなたもね、まあビジネスをされていてソーシャルメディアマーケティングをやりたいのであれば、まあ、必ずね YouTube に動画アップしてほしいですし、まあ、僕なんかは YouTube 以外でも Facebook と Instagram と Twitter とかねいろんなところにやっぱ動画を出していますので、ね、ただ YouTube だけで見るよりもね、さっき YouTube 見ていた人がインスタでも出てくるな、 Facebook でも見てくるな、あでなんか広告も出てくるなと、で僕のページにねメールアドレスと登録していただいた方とか、僕の本とか商品買っていただいた方にはですね僕から定期的にメールも投げていますので、あメールも来たなみたいな形で、人って一箇所だけからのお知らせだと、まあそんなにふーんって感じでねどうでもいいなんてスルーされがちなんですけど、まあそれがねソーシャルメディアであったり動画であったり広告であったりメールであったり LINE であったり、それこそ口コミとかね、まあ自分のことをよく知らない新しいお客様を、まあ、最短でね接触回数をどんどん積み重ねていくことによって、あちょっと気になるなって、そういったマインドシェアを増やしていってファンになってもらう、でそこから徐々にねお金を払っていただく有料な顧客になっていくってね、まあそういったことが今の時代すごく低予算でもできるし、お金をかけなくてもねそういったソーシャルメディアの力を借りてね新しいお客さんもファンを増やしていくことができますので、
まあ、ぜひあなたもね、その一箇所だけじゃなくて、まあ、いろんなところにね、コンテンツ、役に立つコンテンツだったり広告を投げていって、その認知度を高めていく、接触回数を高めていくってことを行ってほしいなっていうふうに思います。まあ、本当によく言われるのが、僕とかね、あのテレビとかずっともう持ってないんですけど、一人暮らし始めたからテレビほとんど見たことないんですけど、今はね、その一人一台こうやってね、スマホ持ってるわけじゃないですか。まあ、これが現代人にとっても一人一台あるテレビみたいなもんですよ。で、それをみんなね、一つのアプリだけ見るんじゃなくて、YouTube 見たり、Twitter 見たり、なんか、ポッドキャスト見るのか、TikTok 見るのかね、なんかメール見るのか、そのやっぱいろんなアプリをね、ちょっと循環していくと思うんですよ。ね、それがテレビの時代であれば、ちょっとフジテレビ見て、TBS 見て、日テレ見て、NHK 見て、みたいな形で、なんか面白いのないかな、みたいな、チャンネルを変えていくようなね、ことをしてたと思うんですよ。まあ、それが今、スマホで、そのいろんなね、アプリを循環していくっていうね、そういったみんな活動をしてるわけなんですよ。あなたも一日中 Facebook しか見ないとか、YouTube しか見ないっていう人はほとんどいないと思います。まあ、なので本当にね、理想というのは、その Facebook を開いても、YouTube を見てもね、Instagram を見ても、Twitter を見ても、メールを見ても、LINE を見ても、あ、この会社からね、しょっちゅうメッセージが届くな、みたいな、いろんなところに露出をしていくことによって、本当にね、自分のことを知らない人を、まあ、最短でファンにしてお金を払っていただくようなね、有料な顧客にね、育て上げることが可能になりますので、ぜひあなたもね、一個だけのメディアを使うのではなくて、いろんなソーシャルメディア、いろんな媒体を使ってファンを増やしていくってことをね、ぜひ行ってほしいなというふうに思います。それではね、僕の本をまだ読んだことがない方はね、こういったお話もこの本の中でしておりますので、ぜひ以下からね、390円だけで、送料だけでゲットしてください。それでは動画最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひこの動画にいいね、そしてチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。